皆さんこんにちは、衆議院議員竹本の若でございます。国会も6月16日で終わりまして、言ってみれば夏休みに入っているわけでございますけれども、オリンピックを間近に控えまして、東京都のコロナ感染者数が勢いを逆に取り戻しているようなところもございます。いろいろ心配することが多いさなか、東京では都議会議員選挙が始まりました。そういう状況でございます。経済的にも政治的にも社会的にも諸々の変化が予想されるところでございますけれども、実はこのコロナで外国人労働者が日本に来れないという状況でございます。また日本にいる外国人も母国へ帰ることができない、こういう状況の中で、最近外国人労働者に関して皆さん方にお伝えしておかなきゃならないことが起こりました。それはどういうことかというと、今日本で働いている外国人労働者の数は172万と言われておりますが、今まで一番多いのは中国人だったんですけど、現在ではベトナム人が一番多いということになっております。ベトナム人の労働者の数は44万人と聞いているんですけども、ところがそのベトナムでですね、問題が発生しております。と言いますのは、日本へ来て日本で働いているわけでございますが、失踪者、行方をくらます人がものすごく多いベトナム人に、だいたい勤勉であると言われて定評のあるベトナム人ですが、非常にそれが多いということの中で、なんとか政府としても対応しなきゃいけないということで、最近6月にですね、ベトナムの送り出し機関、数百あると思う、500ぐらいあると思うんですが、その中の1団体に対して、送り出し停止措置を、要するに日本では引き受けませんと、あなたの送り出し機関から送ってくる人を引き受けられませんと、こういう通知を出しました。そうすることによって、この失踪者が多いという不健全な状態をなんとか是正したいというのが、この外国人労働者に対する最近の当局の取った態度であります。コロナが勢いを弱めつつあると思いますので、秋になればまたワクチンの集団免疫効果が出てくると思いますから、外国人労働者も日本へ来れるようになるとは思いますけれども、国内においては労働者不足、そして、外国人労働者の職のない外国人労働者が多いという状況、これなんとか是正しなきゃならないと、そういう中で、今回ベトナムの送り出し機関に対して、あなたとこの送り出しの労働者は非常に悪質なのが多いということなんでしょうか、そういう趣旨で、当分の間受け入れを停止するという措置を発しました。他の国においては今のところそういうほどのことはないんですけれども、類似の問題は当然あるわけでございます。ベトナムが一番そういう状況が厳しいということの中で、当局がこういう対応を取ったということであります。いずれにいたしましても我が国で働く外国人労働者の数がどんどん増えつつあるわけでございますけれども、快適に、しかも日本人労働者と同じ賃金、同じ環境で働くというのは基本的条件でございますから、なかなか雇い主の方もですね、日本人と外国人を並べて同じ条件であれば日本人の方がいいと思う経営者も多いんだろうというふうに思います。そういう中で、外国人労働者の優秀さをですね、きっちり、伝えることができるようないい労働者を我が国としては本当に外国から迎え入れたいと思っておるところでございます。これからコロナがアフターコロナに近づく中で、外国と日本との労働者の行き来ということについて大きい変化がだんだん出てくるであろうというふうに思います。昨今の外国人労働者に対する政府の特別な措置について、お話をいたしました。以上です。ありがとうございます。